はい、こんにちは、中地です。本日はキリングフロア2というゲームをやっていきたいと思います。単発でやっていこうかなと思っております。2015年の4月21日に発売になりましたトリップワイヤーインタラクティブのゲームになります。このゲームはそもそもキリングフロアという前作が存在して、今回は2作目になるんですが、そもそもがアンリアルトーナメントのモッドで2005年に、結構前ですね、10年前に出て、人気が出て、でそのモッドがスタンドアローンで出てね、でこのように今また2が発売になって、海外ではプレイステーション4に来るという話も出ています。そのようなゲームになります。でまず冒頭の方で多分注意書きは書いたと思うんですが、このゲームはゴア表現が非常にふんだんに盛り込まれています。もうゴア表現とかじゃなくて、もうゴアです。完全にもうゴアの塊のようなゲームなので、苦手な方はご遠慮ください。血出んのちょっとなとか、そういうレベルじゃありません。もうバラバラになります、敵が。なので気をつけてください。それでは早速やっていきたいと思います。とりあえずコマンドでいこうかな。簡単に言うとウェーブ制のFPS です。それでは遊んでいきたいと思います。Wave Incoming。よし。アーモーだね。敵は Z と呼ばれる生物兵器ですね。このスローモーション。これもまたね、粋ですよね。どうでしょう。かなりゴワゴワしいので気をつけてくださいね。でこの頭をね、狙うことが重要です。頭を打ち抜いてやりましょう。スローモーション演出、これがねちょっと腰ダメで打ちたいんですよね。スローモーションに入る時のね、この演出非常に素晴らしい。でこのこれ武器見て、このカシャカシャっていいね。この武器のリロードモーションもね、フレームがね非常に多く、なんかいきなり裏話で申し訳ないんですけど、スローモーションに入った時にリロードがね美しく見えるようにね、通常リロードのフレームって30ぐらいしかないんですよ。このゲームは200用意されてるんですよね。フレームっていうのは何枚絵が重なってるかって話なんですけど、まあそんなことはいいでしょう。第2ウェーブに移る前にこのようにインターバルがあります。この時間で次のターンの準備をね、ウェーブの準備をします。これ落ちて大丈夫？広いねここ。パリみたいですよ。おお、パリが崩落しているようです。ここで買い物ができます。まあまあが欲しいよね。あと今の使っていた武器650でこっちに切り替えられるね。マガジンサイズがね小さいんですよね今の。これ売っちゃいますか。これ売って新しいのを買いましょう。これ30でね、マガジンサイズ30、これ買います。あとはアーマーを買います。今ねお金がギリギリだったんですよね。なのでアーマーが1/100、これも面白いですよね。お金が足りる分だけ切れたりするんですよね。さあやっていきましょう。このねメタル調の音楽、これもね前作同様人気の一つじゃないかな。あぶね、あれ射撃の音が聞こえます？あれ鳴ってない。あ、鳴ってる鳴ってる。これやばいぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。オーディオ小さいのかな。死ぬけど、この武器音が鳴らん。これは？あ、鳴ってるよね。あんまり
射撃音でかくすると良くないと思って。おお、消えてますね。ちょっと待って、邪魔だ。これはショットガンだ。ぶっ放してやりましょう。いいね。あと一人、こいつだ。このゲームはアーリーアクセスです。なので今みたいにね、音が出ないとかそういうこともあると思います。早期アクセスなので。でね、このエグっちいけどね、ちょっと見るのあれなんだけど、この血、この血がねついているんですけど、これはね、スプラッターマッピングテクスチャーって言い方をして、やっぱりね、こう死体が増えると重くなるんですよ、こういうね、血とか。それをこぼれた血をテクスチャーにしちゃうんですよね。テクスチャー扱いにしちゃって、ゲームの中の処理を重くしないようにね、してたりして、非常にこう考えられたゲームになっています。ブル、買ったブルがちょっと音出ないのは寂しいので、どうしよう、あと10 時間ないけど10秒しかないや、10秒。アーマー買いましょう。アーマー買って、ブルーは売るか、売って SMG でも買うか。 OK。 あとはショットガンを持ちながら、オッケー。ちょっと表に出ましょう。アーマーがある、アーモーがある。端っこに行くの怖いんだよな。倒せ、こっち来るな。ちょっとやめてください、やめてください。回復しよう。左からも。じゃ、なかなかこういうシューティングをしてると喋れないですね。味方の被弾してる、あの火は。弾を込めてグレネード投げよう。グレネード投てけ。うわー、手前に落ちた。あ、グレネードじゃない、不思議なアイテムだ。オッケー、あと5体。あいつがね、ちょっと強いタイプのチェーンソー男ですね。いて、ここはショットガンで。痛いな。よし、危ない、弾がないね。グレネード投擲。痛い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 。よし、あと一人。あぶね。OK。アーモを拾って急げ、時間がないぞ。全然実況できてませんね。次のウェーブで最後。よいしょ。これね、シューティングとして非常に面白いゲームなので、PC ゲーでね。
あとフレンドと盛り上がるタイプのゲームですよね。1000円、これ欲しいな。ショットガンか、コマンドの1000円するやつ、カラシニコフ AK12、 これ欲しい。これを売ろう、これ買おう。どうしようかな、どうしようかな。これがあるから、この SMG も売ろう。そしてアーモー 100% AK の弾を買って、グレネードが強かったので買っておきましょう。 OK。 ただ拾おうで、表に出よう。いいね、サイトも見やすい。さあ来い。そう、ヘッドショットをすることで弾の節約になりますよね。このゲームね、結構よしよしよ、嫌な声がするな。グレネード投てき。よーし、危ねこの声がすると湧いてますよね、きっと。うわ、懐かしい。こいついた、いた前作にいた。やばいやばいやばい、こっち来んな、こっち来んな。グレネード、グレネード、ちょっと離せ。回復回復厳しいな、このゲーム相変わらず。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。こいつ腹が弱点だったか。一応敵はあと8、慎重に行きましょう。やべやべ、よし、一体押したぞ。おお、この銃ブレるね。普段ね、PC で FPS をシューティングをしないので、下手くそなんでね、お許しいただきたい。やっぱお腹だな。近接で行ってみるか。おら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 、この血が出てますけど、これが全部テクスチャーになってるんですよね。前が見えないよ。リローディング。あとはあいつ、来るぞ恐ろしいゲームOK、 35m。 これ違うよね。よいしょ、次のウェーブでボス戦かな。前作同様であれば最後にボス戦があります。アーモーとグレネード、弾を買う。これ売ろうか。でも何買ったらいいかな。もう買うもんないよね。オートショットガン、スカー H 買うか。じゃあこれ売って、これ買おう。スカー H、 あ、これ昔使ってたかな。いや、自信ないな。この英国サイトは来たぞ。あ、何あいつ。
怖っ。さあボス戦でございます。どんな動きをするのか。待って、なんか怖い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 。おお、アーマーめっちゃ削られる。ほい。すごい、建物のこのこれも壊れるんですね、柱も。ちょっと待って、ちょっと待ってこれきつくない？リロード。おお、何してんの、何してんの。ずりずりずり。痛い黙っちゃう。ちょっと注射をね。めっちゃ来とる、めっちゃ来とる。きついって、きついって、きついですってやめてください。こいつ、注射撃て。やばい、これずるい。この バラバラってずるい。お、厳しいぞ。めっちゃ来てる。怖すぎだろ勝てんのこれ一人で。いける？リロードして。死ねよ。変なグレネード投げてくるし。危ねうわ、これずるい、これずるいな。何もできないよ。おお、いて。適当にグレネードを投げつつ。うわー、知らない方に迷い込むの危険だな。リロード。いや、つけろ。倒したい痛い。銃は禁止だって。銃はグレネード。いいね、この落ちてるオブジェクトは邪魔にならない感じ。打ち込め。注射影。やばい。でもね、だいぶなんか苦しそうにしてる気がしなくでも
ね、ビリビリしてるよね。壊れてきてんじゃないのあの人。あー出た、やめろって。怖い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 。よし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 、リロード。やっつけろ。邪魔だって、かまってる暇はない。やれ、やばい。イエス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 。スカイ1でいくか。これもね、音がしない。俺のあれかな、不具合かな。俺の不具合、俺のだけの不具合かな。来た、スロー打ち込め。よし勝った。やりやったぞ。はい、いかがでしたでしょうか。キリングフロア2、非常に豊かなゴア表現とシューティング、ウェーブ制のゲームですね。で、まあ今回はソロでやりましたが、基本的にはオンラインで遊ぶのが楽しいんじゃないかなと思います。というかオンライン目当てで買った方がいいと思います。一人でやるのはね、ちょっとしんどいっていうのと、やっぱりみんなで戦っている方がね、楽しいゲームにはなります。で、マッチオーバービュー、これがあるんですけど、探せるんですね、自分で。このソロではなくて部屋があるので、自分で探して入り込んだりね、自分でサーバーを立てるのは現時点ではちょっとね、ややこしいので、これは前作と変わらずちょっとややこしいので、そうですね、フレンドとちょっと買ってみて、で一緒にどっか空いてるサーバーに入るだとか、まあトライしてみる方はサーバーを立ててみるとか、そういう感じで遊んでみてはいかがでしょうか。先ほどもおそらく言いましたが、アーリーアクセス言ったかな、アーリーアクセス版なので製品版ではございません。なので不具合、バグ等々、今ね銃の音が鳴らなかったりしましたけど、そういうものもございますので、その辺を考慮してね、投資の意味で購入されてはいかがでしょうか、気になる方はね。現時点では3000円、2980円で販売されております。はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。